ホンダは洋上風力発電のメンテナンスなどで活用できる ROV の研究開発を進めています。深い水中で作業する ROV はとても難しい操縦を必要とします。ホンダは使いやすくて作業効率を大幅に高める ROV の開発を目指し、アシモなどのロボティクス開発で培った技術を応用しています。キーテクノロジーとして3つの機能を開発しています。1つ目はマニピュレーター ROV 協調制御です。アシモには手を伸ばしながら状態をひねったりして対象物をつかむというより人間らしい動きを可能にする制御技術があります。この技術を応用してアームを伸ばす操作だけで自動で機体が前進したり姿勢を調整することができ、操作性が大幅に向上します。2つ目は浮針重心制御機構です。機体上部の浮力体の位置を動かすことで浮針を動かし、重心との差異による復元力で姿勢を水平に保つ技術です。これによりスラスターを回すよりも省電力でレスポンスの良い姿勢制御が可能となります。3つ目は流体抵抗低減ボディ形状です。水中では流れの速い潮流下でも安定して作業することが必要です。そのため四輪開発で培った空力の技術を生かし、潮流の抵抗が少なく姿勢が乱れにくいコンパクトな機体を開発しています。小型船に搭載できる発電機でも十分な動力性能を得られ、電力消費を大幅に低減することができます。ロボティクスを中心としたホンダならではの技術を生かし、2020年代後半の国内洋上風力発電の稼働を見据え実用化を目指します。この ROV でさらなるカーボンニュートラルの実現に貢献していきます。